I, like you, appreciated the participation in the solemn assembly. 私は皆さんが盛会に参加してくださったことを感謝しています。一つ教義的な助けを与えたいと思います。皆さんが盛会で手を直角に上げたとき、それはただ指示をしただけではなく、私たちが個人的に決意をした、また誓約をしたことになります。それは私たちが神の預言者を支えると誓約し、また決意したことになるのです。私は皆さんと共に手を直角に上げて支持できたことを嬉しく思います。兄弟姉妹の皆さん、私はここ数ヶ月間心がへり下る経験をしました。それは命という賜物を感謝の気持ちで見つめる機会となりました。この機会に私は天の永遠の父なる神と、その長子であり救い主、贖い主であるイエス・キリストに対する証について、またその証をどのように得たか考えていました。世界中のあらゆる宗教、信条を持つ人が模索している問いがあります。それは、神とは何者なのか、神とキリストとの関係はどのようなものなのか、お二方と私たちの関係はどうなのかということです。私は天の恩師とイエス・キリストが生きておられることを確かに知っています。贖いは現実です。父なる神とイエス・キリストは明らかに異なる別個のお方で、不死不滅のお方です。お二方は一人一人をご存知であり、心からの祈りを聞き応えてくださいます。救い主は新世界の人々にこう明かしされました。私は父のことを明かしし、父は私のことを明かしされ、聖霊は父と私のことを明かしする。聖霊はこれらのことが真実であると私に明かししてくださいました。私は若い頃、信仰箇条という13条の生命文について思い巡らしている時に初めて証を得ました。これは回復されたイエス・キリストの福音の基本的な信条を説明するためにジョセフ・スミスが書いたものです。このような言葉で始まります。私たちは永遠の父なる神とその恩子イエス・キリストと聖霊とを信じる。ジョセフ・スミスは神会のお三方の特質を自らの体験から知りました。ジョセフは14歳の時に、数あるキリスト教会のどれに入るべきなのかを知りたいと思いました。聖書を読むと、新約聖書のヤコブ書にこう書いてありました。知恵に不足している者がいれば神に願い求めるがよい。そしてひざまずき祈った時、ジョセフは父なる神と御子イエス・キリストの訪れを受けたのです。このように記しています。必死に尽くしがたい輝きと栄光とを持つ二人のお方が空中に立っておられるのを見た。するとそのうちのお一方が語りかけ、ジョセフの名を呼び、別のお方を指して、これは私の愛する子である、彼に聞きなさいと言われた。それ以来、ジョセフ・スミスの経験は私の指針となってきました。それは全ての人にも言えることです。この預言者は若い頃に天の御父と御子イエス・キリストに関する真理を知りました。それは御心を求めて聖典を読み、聖典にある勧めに信仰を持って従ったからです。この基盤は救い主が示され、完全な形で実行されたと聖書に記されています。イエス・キリストが12歳の時、母マリアと地上での父ヨセフは、イエスが神殿で教えを説いているのをご覧になりました。イエスは父母にこう尋ねました。私が父の技に携わっているはずのことをご存じなかったのですか？しかしイエスはヨセフの仕事について話したわけではありません。文字通りの天の永遠の御父の技のことを話されていたのです。いくつかの場面で父なる神が御子を紹介されていますが、
その方法は次のように特筆すべきものです。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水から上がられた。また天から声があって言った。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。変貌の山では再び雲の中から声がありました。これは私の子、私の選んだものである、これに聞け。アメリカ大陸に見姿を現された時、イエスは同じように紹介されました。私の愛する子を見なさい、私の心にかなうものである。私は彼によって私の名に栄光を加えた。彼に聞きなさい。そして2000年近く経ってから同じ言葉が若きジョセフ・スミスに語られました。これは私の愛する子である、彼に聞きなさい。特筆すべきことに、天の御父は御子を紹介するときには必ずイエスの御言葉を聞く、すなわち耳を傾けるよう命じられます。このイエスとはどのようなお方なのでしょう。イエスは御父と共に世の創造に携わり、御父の指示のもと地のあらゆるものを作る責任を受けられました。無数の世界を私は創造した。また私自身に目的があってこれらを創造した。子によって私はこれらを創造した。ことは私の一人子である。イエス・キリストは肉による御父の一人子であり、御父と私たちの中保者です。イエスは救い主であり、私たちのために命を捨て御父の前で私たちの弁護をしてくださいます。御子イエス・キリストの皆によって祈るのはこのためです。御子イエスは御父と同じお方ではありませんが、御父に似たお方です。キリストもやはり力と権能を持つ栄光に満ちたお方なのです。イエスが御父にどのように話されたかを考えると、光が注がれ胸を打たれます。イエスがご自身を神の子と認めていたことは、聖書のヨハネの書に書かれている偉大な鳥なしの祈りを見れば明らかです。主の言葉を聞いてください。地上での使命を果たしたことを報告されたときにイエスが語った言葉です。こう言われました。私は私にさせるためにお授けになった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。あなたからいただいた言葉を弟子たちに与え、彼らはあなたが私を使わされたことを信じるに至ったからです。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私はあなたからいただいた栄光を彼らにも与えました。それは私たちが一つであるように、彼らも一つになるためであります。救い主が共同の技を進められる過程で、弟子たちは確かに一つとなりました。それは肉体が一つとなったわけではありません。目的と愛において一致したのです。この一致こそが聖典で述べられている父なる神と御子イエス・キリストが一つであることの真意なのです。お二方も別個のお方ではありますが、目的と愛、御業において一致しておられるのです。救い主は続けてこう祈られました。父よ、世が作られる前に、私が御側で持っていた栄光で私を輝かせてください。あなたが私を使わし、私を愛されたように、彼らをお愛しになったことを、世が知るためであります。あなたは天地が作られる前から私を愛してくださいました。イエスはご自身と同じように御父のことを知ってほしいと願われたのです。次のように祈られました。正しい父よ、この世はあなたを知っていません。しかし私はあなたを知り、また弟子たちもあなたが私をお使わしになったことを知っています。そして私は彼らに皆を知らせました。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らのうちにあり、また私も彼らのうちにおるためであります。イエスはご自分に従う者たちが守られるよう祈り求めたとき、彼らに対する愛を示されました。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく、悪しき者から守ってくださることです。
そして救い主は再び彼らが一緒になれるように願われました。父よ、あなたが私に賜った人々が私のいるところに一緒にいるようにしてください。贖いの犠牲への備えとしてイエスはゲッセマネの園で全人類の罪と苦しみを、また悲しみをその身に受けながら御父に祈られました。この孤独な時にイエスは再度ご自分の技を行っているのではないことを明らかにされました。こう祈られました。父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。全人類にとって最も重要なこの時に自分自身に語ったり自分の力に頼ったりされることはありませんでした。全能の神である御父により頼んで、ご自分を支え、御心を行えるようお願いしたのです。すると、御父は御使いを送られ、イエスを力づけられました。私は、御父が御子とまた私たちに持っておられる愛を心から感謝しています。創世の前から十字架上で最後を遂げられる時まで、救い主は御父の技に携わっておられました。主は地上でなすべき技を終えられました。ですから十字架上で全てが終わったと言われ、父よ、私の霊を御手に委ねますと言ってついに息を引き取られた時、誰に語っておられたのかは明らかです。主は天の御父に祈っておられたのです。救い主は生きておられます。主は御父の一人子であり、再び来られます。主はイエス・キリストであり、イスラエルの聖者です。恵みと憐れみと真理に満ち、世の罪、誠にその皆を確固として信じるすべての人の罪を取り除くために来られるのはこのお方です。救い主は文字通り神の息子であり、3日目に死者の中からよみがえって地上に来るすべての人が復活できるようにされました。また私は永遠の父なる神が生きておられ、一人一人を愛しておられることを証しします。私たちは御父の子供だからです。あまりにも大きな愛により、御父は一人子を世にお使わしになりました。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためでした。主イエスキリストの使徒として、私は聖典に書かれていることが真実であると証しをします。私に明らかにされた事柄は、従順さと望みに応じて皆さんにも明らかにされます。救い主はその生涯において、すべての人に当てはまる偉大な真理を教えられました。与えられると信じて私の名によって父に求める者は、正当であれば見よ、何でもあなた方に与えられる。私が話してきたことを証しします。私はそれらを知っています。それは真実です。私と同じ確かな知識を皆さんが求めることができますように。それが私の祈りです。イエス・キリストの御名により、アーメン。